伊豆は、海上保安庁の巡視船。阪神、淡路大震災の教訓をもとに、大規模災害発生時に、現場指揮所となるための指揮通信設備や、被災地への救援物資運搬能力などを備えた、災害対応型の巡視船として建造された。また、第三管区海上保安本部の、救難強化巡視船でもあるため、潜水士の支援機材やロー 海底地形操作用ソナーも備えている。1995年の阪神、淡路大震災では、第五管区海上保安本部をはじめとする、海上保安庁の陸上施設も、大きな被害を受け、救援活動の指揮に支障をきたした。また、海の近くまで山が迫っていて東西に細長い、張間平野という地形のために、陸路が遮断された場合の海からのアプローチの、 重要性が着目されることになった。このことから C4I 機能を向上させるとともに、医療、宿泊設備の拡充、支援、防災機材の搭載能力向上などを図った、災害対応型の巡視船として計画されたのが、元船である。発災と同年度の平成7年度第1次補正計画に盛り込まれて、 川崎重工業堺出工場において1996年3月22日に寄港され1997年2月7日に浸水1997年9月25日に竣工して横浜海上保安部に配属された2016年には平成28年度補正予算において同型船の建造が決定された船形は 全通甲板を備えた、超選手楼型、選手は、バルバスバウとされている。尖閣構造としては、戦側構造は、横肋骨方式、甲板構造は、基本的に縦肋骨方式とされており、選手楼甲板、選手楼部外班及び後部上甲板には、校長力校が採用されている。指揮官としては、戦とピルスティク社が開発した直列八機筒の4。 サイクルトランクピストン、型化吸気付き中速ディーゼルエンジンである 8PC2 から6リットルを、新潟鉄工所が、ライセンス生産して搭載している。また、ローフ投入、要襲時の繊維保持や独力での出入口など、精密な操船が要求される場合に備えて、推進機は、可変ピッチプロペラとするとともにバウスラスターも一機、備えている。 バウスラスター運転時などの代償を非電力を賄うため、主電源はヘリコプター搭載順備支線と同型のディーゼル発電機3機で構成する形とし、停泊時は1機、公開時は2機、出入工時は3機の運転を基本としている。またこの他に、非常用電源としてディーゼル発電機1機及び蓄電池を搭載している。本線の操作室は、操船及び式。 統制に関連する各区画をワンフロアに配置する新コンセプトを採用しており、従来型の約2倍の面積を確保している。ブリッジ直後の左辺側には、機関監視区画、右辺側には、航空管制区画が設けられ、またその後方には通信区画及び OIC 区画が設けられている。各区画間には壁を設けず、相互の連携を向上させることで、 任務遂行の効率化を図っている。OIC 内には専用通信機を備えた災害対策本部用区画が設定されている。また、船橋甲板には特別公室兼紹介技術も設けられており、こちらも対策本部として使用することができる。この他、選手郎看板全部に大会技室もあるが、こちらは必要に応じて小区画に分割し、 病室や被災者養成室など多目的に使用することもできる。2機の手術台を備えた医務室専手老看板中央部には、医務室や病室、X 線撮影室などが設けられており、簡易血球計算機や超音波検査装置も備えられている。医務室には、手術台2機や酸素吸入、機関内吸引装置などの医療用機器が配置されており、 中水炎などの応急手術に対応できるようになっている。船内スペースは被災者や救援要員の収容を考慮して設計されており、火山噴火が近いなど状況が切迫している場合に多数の人員を急いで収容できるよう、船体中央部の通路はかなりの幅が確保されている。また船内には大小21室もの予備室が設けられており、 最大120名程度が宿泊できる。調理室も最大160名分の給食能力を備えている。完備甲板はシュペルピューマヘリコプターの発着にも対応できるヘリコプター甲板とされている。またここには必要に応じてコンテナを固いましめ搭載することもできる。この他にも船内には救援物資約360トン分の 搭載スペースが確保されており、これら物資の要項用として、大型クレーン1機、雑用クレーン2機を備えている。ローフ。手前に、ビークル。後方に、ランチャーが置かれている。本船は、第三管区海上保安本部の、急難教科中に支船でもあるため、潜水士が乗船している。またこれに加えて、自公式水中テレビや超音波海中捜索装置も、 備えており、優れた海中捜索活動を可能としている。ヘリコプター乾板の直前には、救難式在庫が設けられており、左舷側には潜水士用の機材が、また右舷側には、老婦関連の機器が収められている。超音波海中捜索装置は、老婦や潜水士の海中活動に先立って、 現場海底の状況を把握するために用いられており、得られたデータを3次元画像として表示できる。本線搭載のローフは、ランチャービークル方式を採用しており、使用時はまず中継機にカメラなどを積んだビークルを入れて、所定の水深まで下ろしてからこれを発信させる。ビークルは3軸のスラスターと、水中テレビカメラ。 照明装置とマニュピュレーターを備えており、ランチャーから半径100メートル以内で活動できる。太陽水深200メートル、移動速度1.5から1.8ノットである。なお、有作式のローフであり、電力はアンビリカルケーブルを介して供給される。九州南西海域工作船事件において、沈没した工作船の位置特定にも従事している。ありがとうございます。